消防署が脚光を浴びる。人々の不幸を背景に活動する俺たちには異常事態と言っていい。事の起こりはマンション火災での救出劇がそれだった。命綱なしでベランダ越しに人を助ける。マスコミには格好のヒーローに映ったのだろう。今ではテレビ局の取材こそ寂れたが、桜坂署のホームページには未だ多くの書き込みがあった。忙しそうだな。結構結構。副隊長も手伝ってくださいよ。パソコン使いましたよね、確か。ダメダメ、俺はちまちました作業は苦手なんだよ。そこをなんとか。メールの返信まだ山ほど残ってるんですよ。いいのか俺で。くどくどお説教書いちまうぞ。もういいです。そうそう、物分かりがいいのが一番だな。俺、大地、お手紙だぞ。あ、すみません。大地くん、鑑識の報告書が。あら、皆さんお忙しいようですね。菊原くん、君パソコン使える？はい、一応。悪いけど手伝ってもらえるかな。はい、喜んで。助かるよ。じゃあ報告書なんて大地に渡してこっちに来てくれ。はい、雄一郎さんの席ですか。頼むよ千鶴さん。はい。
証拠品は川崎警部補の証言を裏付けている。しかも携帯電話には犯行の類似点もある。やはりこれは計画的な殺人なんだ。でもおかしいぞ。これほど用意周到な犯人ならハンカチくらい用意するのでは。とにかくもう少し証拠を集めないといけないようだ。中津川副市長、返信メールの打ち込み終わりました。悪いね、救急隊の君に手伝わせて。誰とは言わないが原始人がいるんだよ。うちには約1名。そうそう、大地の不器用には定評があるのよね。何台壊したっけ、学校のパソコン。そうだわ、中津川副市長、実は見ていただきたいものがあるんですけど。どれどれ。雄一郎さんのパソコンで見つけました。これ何でしょう。雄一郎さん宛てのメールっすね。送り主レッドドッグ。なんだこりゃ。しかも雄一郎さん、相手とメールのやり取りしていたみたいなのよ。気になるな。特にこれ、もういい、3年経ってすっかり気持ちが変わったんだなって。3年前といえば、親父とおふくろが事故を起こした年だな。亡くなられたのよね、大地君のご両親。うん、親父の居眠り運転が原因だったんだけど、どうして今頃。わからん。そうだ、以前のメールは。ほとんど削除されています。残っているのはこの3件だけ。なんか交渉決裂って感じね。それにこれ、雄一郎さんが亡くなる3日前じゃない。兄貴は得体の知れない相手と何やっていたんだ。探ってみるか、メールの送り主が誰なのか。できるんですかそんなこと。いや、できるならぜひ。約束はできないが努力しよう。お願いします副市長。火災指令、火災指令。車両火災第3出場、桜田学桜田が18丁目316番地、大門セントラルパーキング出場隊桜田が人出場だ。土井行くよ。了解っす。このメール、思い切って返信したら。うまくいけば返事が来るかも。あなたは誰？よければお返事をください。 From 菊原千鶴。戦場だぜ。要救助者がいないのが救いですな。ドライバーは野獣馬に救い出されたんだって。見上げた野獣馬ですわ。誰でも命は惜しいのに。後始末する俺たちもしかり。長津が、あれの出番だ。消防ロボットですね、試験導入されたばかりの。大地、お前がやれ。了解です。
桜坂105から桜坂100へ。駐車場奥で地下への入り口発見。土井、俺が一番乗りっす。止まれ土井、一人で勝手な真似をするな。これなら俺一人で対処できるっす。さやさんにいいところ見せるっす。土井がどうしたんだ。桜坂105、何があった。大将、土井が単身で地下に突入しました。あのバカ。大地、土井を追え。隊長、こちらも急行しますわ。おう、頼むぞ。大地、行くぞ。了解。大地、土井は。副隊長、こっちで。土井、土井、しっかりしろ。桜坂101から桜坂100へ、土井を確保。これより搬送する。頼んだぞ、ミキ。必ず助けてやってくれ。頼む、菊原君。副隊長、あなたもどこか怪我を。あ、俺のはただのぎっくり腰だ。それより土井を早く。約束します。ですから副隊長もこちらに。あ、俺の手当てはいいから、土井を、土井を頼む。
が一丸ご。了解だぜ。あとは我々に任せてください。桜坂ひとまるご。ご苦労だった大事。大将、土井は？副隊長は？土井なら今出てった救急車の中だ。あいつ大丈夫ですよね？あの野郎がそう簡単にくたばるかよ。大丈夫、死にゃしねえ。副隊長は？安心しろ、ぎっくり腰が再発しただけだとよ。よかった。消防ロボットのデータ回収完了。この先必ず役に立ちます。高い授業料払ったんだ、出なきゃ割が合わねえよ。火は消えたけど、土井が。大地、しょぼくれた顔するな。大丈夫、大丈夫だ、きっとよ。はい。
運び出されたドライバーは ICU で意識を取り戻していた。全身に負った重度の火傷も命を奪うまでには至らなかったのだ。けれど強烈な事故のショックは彼の口から言葉を奪い去った。失語症。この先彼が言葉を取り戻せるかは彼を含めて誰にもわからないのであった。今日は大変だったわね。土井の容体は？大丈夫、救急車の中で意識を取り戻したわ。よかった。しばらく入院になるけどすぐ戻れるわよ。うん、そうだね。どえらいもの見つけてくれたな。大騒ぎになってるぜ、うちの署。あれはやはり弾痕でしたか？ああ、間違いない。一ノ瀬、説明してやれ。はい。車内から見つかった弾は一発、後継とライフリングから使用された拳銃が分かった。そんなことまで？狙撃に使われた拳銃は9ミリのオートマチックだった。銃弾はフロントガラスで弾道が曲がり被害者に当たらなかったらしい。すごい強運ですね。標的は動いていたからな、至近距離からでも難しいさ。なるほど。さてと、報告も済んだことだし戻るとするか。あの川崎刑事、今回は一連の放火と関連が？放火とは無関係だよ。抗争に巻き込まれたんだ。はあ。さてと。ご苦労様。はい、コーヒー。ありがとう、千鶴さん。いきなり銃弾が撃ち込まれるなんて怖いわよね。川崎刑事は抗争に巻き込まれたって言ったけど、俺は違うと思う。この町には大きな暴力団はないものね。ずいぶん前に摘発されたんだっけ、警察に？大変だったそうよ。当時警察官にも被害者が出たんだって。詳しいんだね、千鶴さん。ちょっとね。どうしたの、藤子持って。気になるな。これは、それよりほら、鑑識に回すものはないのかしら？うん、あるよ。
じゃあ鑑識に届けてくるわ。じゃあね。どうしたんだろう。いつもの千鶴さんらしくなかったけど。これでよし。終わったのか報告書。ええ、しかしひどい一日だったな。土井、かわいそうでしたね。ああ、あの時は心臓が凍りついたよ。俺もけど、三木副隊長見直しましたよ。だな、あんなに忙しい副隊長初めてだぜ。ですね。でも嬉しいですよ、俺たちにしてみれば。そうだな、出なきゃ命なんてかけられないよな俺たち。